シュティムプファファは、ドイツビュルテンベルク州北東部シュベービッシュハル郡に、属す、マチソン。シュティムプファファは、バーデンビュルテンベルク州の北東部、クライルスハイムから南に 10km に位置する。シュティムプファファが境を接する市町村は、北は、クライルスハイム、東は、フィヒテナウ、南が、オストアルプ郡、ヤクストツェル、西が、フランケンハルトである。首であり、 町と同盟のシュティムプファッハのほか、かつて独立した、自治体であったレイヒンエンベルク、バイパーツホーフェン地区がある。さらに小集落としては、バウチェンホーフ、ブリントホーフ、アイヒスホーフ、アイヒスゼクミューレ、ゲルバーツホーフェン、ホッホブロン、ヘルビュール、ヒュプナースホーフ、ケスバッハ、クリングレスミューレ、クレスブロン、リックスホーフ、ネストラインスベルク、エルミューレ、 ランデンバイラー、ジグラースホーフェン、ジクセンミューレ、シュペルホーフ、シュタインバッハームバルト、シュトライトベルクがある。シュティムプファッハは1024年に文献上で初めて言及される。1608年、それまでの所有者が亡くなった後、シュティムプファッハは丸ごとエルバンゲンの領主化の支配下に入り、1803年にはビュルテンベルク領となった。最初は、 オーバーアームとホンハルトイコールシュティムプファッハが組織されたが、1810年からはオーバーアームとクライルースハイムに編入された。1971年から1974年まではオストアルプ軍に属した。バーデンビュールテンベルク州の市町村再編の時代、1973年11月1日に、まずはシュティムプファッハとレーヒエンベルクが合併し、 新しい自治体、シュティムプファッハとなった。この新しい自治体は、シュベービッシュハル群の所属に移された。1975年1月1日、バイパーツホーフェンが合併し、さらに新しい自治体となり、現在に至っている。ありがとうございます。